というわけで、マリオ3の世界からこんにちは、どうもオールです。というわけでね、今回も、ペーパーマリオカラースプラッシュやっていくというわけで、前回ですね、緑のビッグペギスター確保して、強いビッグペギスターが全部揃ったわけなんですが、どうやらですね、まだ私このマリオ3のこの世界に色抜け、まあ、前回話したと思うんですけど、黒色の部分が色抜きしてる部分があるんで、なんか黒い目、雲のこの後ろの雲の部分あるじゃないですか、このどっかにね、色抜きしてる雲の目があるらしくて、まあ、その色抜け直しのと、もう一つ、まあ、あと、こんな場所に来たんだけど、で、これなんか奥に行ける場所っぽいのあるんで、すごいな、ここ。で、奥行ったら、これコインあるだけじゃね？あ、コインあるだけだ。ね、エリア移動してきたんだけど、まあ、このちょっと前、まあ、前探索できなかった場所、今探索中だね。で、戻って行って、で、このまま走っていけばいいのか。で、多分この先トゲがあって行けないから、ここであれでしょ？はい、次元技。で、ここの探索してない場所探索してってんね。いや、こう、あー、痛い！背景増加してるカラーリングだったわけね。なるほどね。やべ、これ5秒でいけるかな？みんな5秒でいけるかな？俺5秒で1秒。いけるかな？オッケー！ゴリ押し。トゥ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 。というわけで、ここでゲットしまして、で、ここの裏とかになんか、ブーメランブロスがいるねー。ここにいるね、ブーメランブロスが。というわけで、ハム！あ、叩けてなかった。はい、というわけで、ムーメランブロス部隊も全員お粗末。というわけで、あーっと、ここに来て、マックス量がアップしました。はい、400、いやいや、380か。10ずつしか上がらなくなるけど、辛いな。まあ、別に今はもうペンキ量困ってないしね。まあ、というわけで、やべ、時間が危ねえ。で、次元技超えて、あ、なんか置かれてる。あれ、これってあれだっけ？ぽー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 みたいな感じで、服増えだっけ？あ、これ、物か。あ、言ってたらいい。これコメントが沿ってたらみんな言ったら物か。なんか、リコーダー？ちっちゃいな。で、どうやらこのものはね、そんなあまりキーではないらしい。キーのいつものものとかそういうものではないね、らしい。優しく懐かしいビルで空に舞い上がる気分にしてくれる。ほん。まあなんか強いものなのかな。まあとりあえずだ。まあとりあえずここでやることはあと一つは、まあ多分ここで色抜け多分直せないと思うんで一回戻りましょうか。で、ちょっと色抜け直していく。る。というわけでみんな色抜けしてる場所見つけた。これだ。確かに黒目だけな片方なくなってた。ここか。あ、でこれ、もしかしてあれか？え、これもして、これして次元技してる最中じゃないと、あー、濡れないね。X ハンマーが出ないんだよね、そうしないと。あー、で、なるほど、これで治ったってわけ。これで 100% なのかな？まあ、とりあえず、ちょっと戻ってみよっか。これで戻って 100% かどうかだな。てか、ステータスで確認せよかった。戻ります、とりあえず。あ、今みんな、俺ね、これマリオを下画面確認してんだけど、うん、100% になりました。オッケーです。あれを色抜き教えてくれた人ありがとう、本当に。というわけで、じゃあ早速我々は真っ赤火山に行きますか。じゃあ真っ赤火山行ってきます。真っ赤火山に行くと言ったら、あれは嘘だ！チョキだー！ん？手前だ。え？え、何？急に。今真っ赤だっけだね。手前？ん？手前だ？ん？手前？な、何今の手前だって。ん？手前だ？ん？手前だ？え、なんか今言わなかった？手前だ。ん？手前？え、手前？手前だって何？手前だ？手前ださん？あ！え！え、いや。え、こんなとこにペンキスターあったの？そうだったの？知らなかったよ。え？あ、あいつ帰ってくんだ。マグマバーよこせって！また買ってくればいいし、ドルペンキスターに立てつけ俺マグマバーあ、じゃああげるよ。じゃああげるよ、ほら。持ってけ。いや、こんな近くにあるとは思わなかったよ。ドラゴドンさん乗せてくれてありがとうございます。俺のマガマバカだぞ。今さっき手前だわ。誰が言ってたの？ドラゴドンが言ってたの？地声。ん？よし、もう一度だけで見ろ。あ、お前。へぇ。手前だ。もっと手前を狙うんだよ。それで手前ってこと？手前だ。あ、そういうことで、あのバブル君は一体何？あれバブル君にあれ当てて、あれ大きくしてあげようとしてけど全然当たんねえんだろうな、あの子かわいそうに。それであのデカバブル作ってたんだな、これ。まあいいや、とりあえずゲットしよう。こんな簡単にゲットある？びっくりしたよ。こんな簡単にゲットは思わなかった。しかもじゃんけん神殿のメダル。これはじゃんけん神殿来ましたね。これはもう一度じゃんけん神殿をやるということは、今日はじゃんけん神殿になるかもしんねえな、みんな。はい、とりあえずここはゲットした。で、ここは、そこに繋がるのね。で、多分上の部分ルート通って、一個のじゃんけん神殿通過。ナイス。だからまだあのじゃんけん仮面野郎に勝てねえかな。で、これ、ん？あ、で、あれだ、じゃんけん神殿か。どこ？あ、そこか。何もねえツールだと思ったけど、そこか。第8か、これ。多分これ第8じゃんけん神殿っぽいな。まあ、とりあえずこれでゲットした。で、ちなみに、色抜けはですね、皆さん。全部終わりました、色抜け。色抜け収穫率は 100% です。あ、やったね。というわけで、今度は真っ赤加工行ってきます。加工！で、みんな、ここね、なんか、ここになんかね、確かになんか、ペンキスターがある的な感じの情報をコメントでくれた人がいたんだけど、これ壁、壁本当にある？本当に、あ、なんかあそこありそう！あそこなんかあるぞ、絶対！ありがとう、コメントをお手伝いしてくれた人。ここか！で、何あんたはいんの？
どこの場所見つけたね。お見事やったね。というわけでだ、これで、オッケー。さあ、これでペンキスターボン2個目ゲットと、ありがとうね、コメントで教えてくれた人、感謝。というわけでだ、これでいよいよペンキスターは全部終わりまして、あとは点線をどっか切り取って、あとはじゃんけん仮面に勝つだけだな。でとりあえず今回もうじゃんけんやりまくろう。みんな、早速俺はじゃんけん仮面にちょっとリベンジしてくる。あいつちょっとボコしてくるわ。行ってきます。は。というみんな、リベンジしに来たわ。ちなみに一回ガボンじゃなかったパタパタに負けました。今まであいつね、パーしか出さなかった。急にグーを出してボコボコにされて一回に負けて、それで一回チャンス棒に振り。で、やっとじゃんけんカメに挑んできました。で、こいつの傾向は俺は知ってる。こいつね、パーかチョキしか今のところ出してないのよ。つまりチョキを出せば勝てるんじゃないかと俺は勝手に踏んでる。ランダムで知るか、そんなことを。俺の理論を信じろ。とりあえずチョキを出せば勝てるということをみんなに見せてやろう。見てろみんな、これで勝てやもう、俺はもう負けた場合違うじゃんけん信念行くからな。じゃんけん勝ちだ！チョキー！ほらなー！ふっ！二度と来んな。というわけで、これじゃんけん仮面 4回目のじゃんけん仮面打ち破ったが、あと4回長いね。今回の動画中に終わらせたいね。もう正直、じゃんけん仮面以外もう戦わなきゃよくないって感じしてきてるね。めんどくさいもん。わかるでしょみんな。で、ウェンディゲット。で、賞金1000コイン。ありがとうございます。よっしゃ、次のじゃんけん新年、行ってくるわ！ゴー！勝利の背後が表に大勝者がいれば敗者がいる。選手を勝者にその手で一個掴み取れ。このじゃんけん神殿でスーパーじゃんけんでポーン。というわけで、一回攻めの間チョロボンですね。もう正直どうでもいい。正直対戦相手ならどうでもいい。俺はお前をぶっ潰す。というわけで、いくぞ。で、今回ね、一番最初の戦いなんだけど、ヒントが何もなかった。なんか、同じとこぐるぐる回ってたが、多分、一番最初ランダムなんじゃないかな、これ。初手ランダム説全然ある。だから私は正直言ってパーでいきます。つまり、相手と相手は同じ手を常に出し続けるんじゃないかな、これ。で、一番最初に手を確認するから、一番最初に負けたら元も子もない。まあ、一番最初に負けるなんて元も子もないことは何もないでしょう。わかったわ。バカがよ。で、まず、キンルーボコした。え、次の対戦相手はワンワンですね。いや、ワンワンはグーかチョキしか出さなそうだからな。パーは絶対出さなそう。で、俺、相手グーでいく。多分、ワンワンも同じとこをなんかぐるぐる回る的な感じでヒントだから、もしかしたら2回目あれなのかな。同じ手出してくんのかな。まあ、とりあえずやってみるしかねえな。とりあえずグーでいく。というわけで、じゃんけーんグーおえーなんとかなしに運で勝ってる感があるが、問題次のじゃんけん仮面なんだよな。次のじゃんけん仮面なんだよな。勝てる気がしない。正直さっきだって運だったもん。パターンを読まなきゃ分かんねえもん。で、待てよ、一番最初グー、それチョキ、次は相手パー出してくんじゃないか。だから俺チョキでいく。敗者がいるから勝者がいる。王者の前に立つ者はみんな打ち砕く。誰というわけで、じゃんけん仮面ボコしていきましょうか。というか、私はさっき言った通り、超宣言通りチョキでいく。いきます。これで負けた場合、正直めんどくさい。もう一回挑んでこいっていうのは正直めんどいぞ。じゃんけんうえフィーじゃんけん仮面フィ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 マリオフーじゃんけん仮面もう恐れてたらず、あいつの顔どんどん曇らせやろうぜ。というかみんなもう、俺今日のうちもうじゃんけん仮面全部ぼかしていってくる。じゃあ次のやつ行ってくる。というカードくれ、早く。で、今回カードは何？ラリー。あれ、第5、あれ、ルド、あ、そうか、ルドウィカもうゲットしたか。ウェンディ、次、ラリー、あれ、ちょっと待って、これ、第8まであんだよね、じゃんけんしんで。最後何がもらえんの？カメック。まあいいや、とりあえず、行ってくるわ！ゴー！グーチョキパー、その手のひらに魂をやる、その試合に全てをかける！彼らが起こす奇跡を一瞬体と見逃さない、両目に全てを焼き付けろ！このじゃんけんしんで、スーパー、じゃんけんで、ポン！というわけで、今度は第6じゃんけんしんでだね。あと2回もこれをやれってか。で、第7回じゃもうクリアしたんだけど、スキップさせてくれよ！てかね、この第6もヒントなかった。なんで第7はヒントあったんだろう。あれかな、後半で割とゲットするわけじゃない。後半結構手前であれなのか、ジャンキーして解放されたからなのかな。1回戦の相手誰？緑のハッピースマイル、まさかルイージ。緑さんもかい。じゃあ1回戦始めます。というわけで、じゃあすぐ、レディー、ファイト。つまりこいつあっちでフラフラ、こっちでフラ、つまり何を出すか分かんないタイプだな。完全にランダムだ。完全にジャンキーカメと同じだ。でもサンボってなんかトゲがあるじゃん、若干。なんか汚いトゲ。だからグーかパーを出してきそうなイメージがある。つまり俺はパーをいけば出せば勝てるんじゃないかと思う。いや、チョキでいこう。俺は今日はチーを信じる。今日は俺はチョキを信じる。とりあえず行くぜ、チーで行くぜ。じゃんけん、チー。さあ行くぞ、来い！グー、チョキ、うわー、へへへー。さっきグー出したら貴様は次はグー、またグーを出すんじゃないか。だから俺はパーでかける。行くぜ、パー。このじゃんけんパーでお前をぶっ潰す！あ、いい子。いや、だから分かった。こいつはパーがグーしか出さないタイプだな。だとしたらお前は次はグーを出してくるとみたい。だから俺はこのままパーでいく。じゃん。けん。パーだ！よし。やはりこいつはグーがパーしかあまり出さないようだな。マリオ勝ち！で、一回戦の賞金700コインもう持てねえぜ。さあ次の対戦相手だしな。
次の相手はサンボだね。サンボだってやっぱトゲがあるからチョキなんじゃないの。トゲがあるからチョキ出してきそうだよ。だから俺はグーでいく。拳でいきます。というわけで抵抗するで拳で、というわけで早速この拳でいきます。じゃんけんグー。なんでパー出すんだーバカ野郎。パーだ。リベンジじゃんけんですね。やり直してきました。というわけでこいつさっき俺あれだっけ、グー出してこいつパー出してきたんだっけ。つまりこれチョキパーの可能性が高いな。チョキパーの可能性が高いな。俺チョキを出してるって無駄なんじゃないか。というわけでチョキでいく。チョキパーでいきます。予想チョキパー。というわけでお前パー出してこい。チョキでぶった切ってやる。いくぞじゃんけんチー。アイコか。やはりこれチョキパーの可能性高いな。で、確かあっちでフラフラ、こっちでフラフラっていうヒントだったっけ。そうだ、同じカードは出さない説あるのかな。どうなんだろうな。だって、ね、俺確認して、あっちでフラフラ、こっちでフラフラ的な感じで言ってたのに、キノピオが。つまりこいつ同じ手は出さなきゃ、次パー出せば勝ち確なんじゃねえか。いや、あい、負ける可能性はないんじゃないか。で、パーで行ってみよう。グー出してきな。お前に苦戦してる場合じゃないんだよ。なん、くそ、パーの方出したか。つまり次グーを出しとけばいいんじゃないか。じゃん。けん。グーだ。こいつ、やるな。やるじゃねえか、お前。じゃん、けん、ちーじゃん、けん、ばーこいつ、やるね。じゃん、けん、ばだ。なにーこの野郎、ちーよし、やっとサンボに勝った。やっとサンボに勝った、こいつ。本当に強えな、こいつ、じゃんけん。いや、ランダムっておかしいだろ、全員。全員、ジャンキー仮面と同レベルじゃねえか。くそ、なんであいつ、ジャンキー仮面って名乗ってんだ。もう、サンボの方が強かったぞ。はいはい、ジャンキー仮面ね、わかったわかった。戦ってこいよ。ごたくなんでもいらねえ。俺とお前にあるのはこの剣のみよ。行くぞ。さて、今のとこ、パーグー。パーグー。今、パーグー、そして、チョキからのパーとか出してきたから、こいつはグーを出してきそうな気がする。だから俺はパーで行く。おい、お前の頭と同じ形に行かせてもらうぜ。行くぜ。お前にワンパンで終わらせてやろう。ワンパーンつって言ってやろう。行くぞ。ボン。おーい。つまり次あいつはチョキかグーを出してくる可能性が高い。だとしたら俺はグーで行くか。あい、こうで、ショー。うわめんどくせえな、もう戻ってきたぜ、バカ野郎が。てめえ先パー出したよな。だったら俺はお前毎回パー出すと思って、チョキで行くぜ。チーバカが、ワンパターン男め。結局お前パーしか持ってねえんじゃねえのか。二度とくんな。よし。とりあえずこれ第6じゃんけんしんねん。これ完了だ、みんな。いや、つれ。ちょっと待って、過去一長い動画がさ、じゃんけんしんねんになりそうなんだけど、嫌なんだけど、一番過去一長い動画がじゃんけんしんねんって。有名おめで、優勝おめでとうございます。有名おめでとうございますって言って、赤メックくれた。ありがとう。でも、金はもらえない。じゃあ次、第7じゃんけんしんで行ってまいります。ドゥン。何の倒れようとも立ち上がる限り負けんじゃない。刷新の力見せてくれ。いや、もういいよ。お前負けろ、さっさと。お前に来るまでめんどくさいんだよ。意外とめんどくさいんだよ、もう。普通的にほぼランダムだからな。許さねえぞ、ほんとにお前。で、お前またじゃんけん、俺こいつパー出してくるんじゃないかと思うんだよね。またパーを出してくるんじゃないかと思いつつ、実はグー出してきそうな可能性もあるけど、俺はチョキでいくね。俺こいつ相手チョキキラーの武器なんじゃないかと思ってチョキでいくわ。で、チョキでいきます。もうじゃんけんかでチョキ出してるだけで勝てるんじゃないか説をしていい？というわけでいきます。じゃん、けん、ボン。ほら、こいつアイコがチョキしかあんねえもん。で、次パー出してくるんじゃないの、こいつ。で、こいつ次パー出してくるんじゃないの。だから俺チョキ出そう。じゃん、けん、チー！ほら、もうこいつ、パー出しか、パーかチョキしか出さねえもん。ワンパターン男、二度と来んな、ほんとに。次がラストだ。さあ、次がいよいよラストだ。第8じゃんけん新年、ラストじゃんけん新年だね。いや、動画違う、もう1時間切ろうと、じじがもう、以上経ってっかんね。どんだけ俺負けてんねん。てか、いちいちね、2回ね、2回負けるとね、もう1回ペンキスター叩きに行かなきゃいけないのよ。だからペンキスター叩きに行ってるかんね、俺。大変だよ、ね、これレミーでしょ。だから最後、ロイのカードくれんのか。戦う前にロイのカードくれるんだ。へえ、すごい状況。いよいよみんな次ラストのじゃんけん新年だ。それクエして次回はいよいよ、クッパ城乗り込むぞ。うえ。さて、いよいよみんなラストのジャイ8じゃんけん新年やってきたわけだが、早速ヒントくれ。いかさがで、あー、やっぱりがラストだから完全にわかんねえっぽいな。てか、ラストの面にはいるんだね、人。いないだとか第7、人いなかったんだけどね。じゃんけん神って誰がいるんだけどな。いや、お前らだよ。これ最後のじゃんけん新年、よりすぐにじゃんけん戦士が各地から集まってきてます。じゃんけん戦士、Z 戦士みたいなもんかな。まあ、とりあえずじゃあ挑んでくるわ。厳しい戦いをくぐり抜けてきた。聖者が通じこの聖域、今ここに全員がこれから起きる伝説の域承認となる。
このじゃんけん死んでんで。おい、ラストのじゃんけんでポンだ、みんな来たぞ。一回で勝ちたいね。一回で勝ちたい。この試合に全てをかけたいね。で、ちなみにヒント見てきたんですが、全員ランダムでした。すいません、あ、相手の出す手が分かりませんって言われた。つまり全員ランダムだ。つまり全員じゃんけん仮面と同じレベルのやつらがいる。やばいかもしれん。正直一回で勝てる気がしない。で、一回その相手誰？ヘイホ。ヘイホーシルバー！ヘイホーシルバー？それゴールドもいんのかこれ。なるほど。硬そうだな。つまり、なんかグーを出してきそうなイメージある。だから俺パーで行くわ。行くぜ、じゃん。けん。グー。うわー、グーじゃなかった。俺パーだった。ごめんなさい。みんな一度負けたがよ。俺ちょっとチョキ最強伝説押していい？チョキ最強伝説押すわ。チョキで行ってみるわ。あれ？チョキ最強か？チョキ最強伝説来たぞ、みんなこれ。俺チョキだけで行ってみていい？ちょっと今回大会。それで勝ったら褒めて。次、チョキでまた次行きます。金色まで強さのお菓子。あれ同じだね？ヘイホーゴールド！何が色が変わっただ、銀紙から金紙に変わっただけじゃねえか。次行きます。じゃん、けん、ち。あれあれち最強か、やはり。やはりち最強伝説来たか、これ。じゃあ最後のじゃんけん仮面。てか、ここじゃんけん仮面いなかったんだよね。あ、ユイラさん、これからユイラさん返せないでは？なんか、これ、ヘイホーブラックか。てか、こいつは勝たなきゃあれなのかな、来ないのかな、あいつ。まあ、とりあえず俺はチーで頑張るわ。じゃん、けん、チー。おい、お前も最強のチーの使い手か。道理で強えわけだわ。じゃあ行くぜ。アイコの時考えてなかっただって。俺が出すのは一手のみよ。チーだ！うわー、チョキ最強伝説破れる、ブラックに。うわー。みんな改めて思ったんだけどさ。この大発じゃんけんしんねんさ、じゃんけん金出ねえ理由分かったかもしんねえ。あれだわ。多分、ロイ倒してないからなんじゃないの？ロイを倒してないから多分出ないんじゃないの、これ。だとしたら、ロイ倒さないといけねえわけ、完全コンプのためには。そうなってくると、やっぱり、行かなきゃっぽいね、クッパ城。まあ、多分戻れんのかな？行く方法も戻る方法もよくわかんないけど、まあ、徒歩で移動してくれるでしょ、マリオたちなら。で、みんなこう塗り直し 100% 達成してて、で、じゃんけん仮面もあと1体倒す。まあ、これは多分ね、さっきも言った通りロイを倒さないといけないんで、じゃあ、次回クッパ城行かなきゃだっぽいね。で、あとこれよね、まあ、これショップでカードを買うだけで OK。まあ、それは手紙見てくついでに買ってくるんでいいとして、今度はこれよ。残り 4% どこなんだろう。まあ、それわかんねえな。こればっかりみんなのコメントの頼りにできるわけじゃねえしな。どうしよっか。まあ、とりあえずちょっと、彩りたんで、ちょっといろいろカード買ったり、手紙見たりちょっとして、今回動画終わりますか。そうしましょう。あ、ルイージが手紙来てる。兄さん、ルイージだよ。モノカードの説明よく読むと使い方のヒントが見つかるかもね。ありがとう。で、次は、お金対して手紙。うわ、ルイージからだ！兄さん、ルイージだよ。赤いバスクに黒い風の泥棒兵法に要注意。ありがとう。一応直したら色抜きを再発させるから、出演者に座れる前に追いついてやっつけた方がいいよ。ありがとうな、ルイージ。で、お金対して手紙。うわ、ルイージ！兄さん、ルイージだよ。戦っている時敵が一人ごとつぶやいてるのに気づいた。気づいてる、気づいてる。たまについつい自分の弱点をつぶやいちゃうやついるよ。無意識って怖いね。で、次の手紙何？あ、ルイージだ！ルイージ尽くし手紙。兄さん、ルイージだよ。いろんなとこに書かれている僕を見つけられてる。さっき研究所以外に、さっきの研究所以外に5箇所すべて兄さんが言ったことあるところだよ。あー、でもこれ全部ルイージ見つけたってことでいいのかな？なるほどね。まあ、とりあえずこれルイージが手紙があっただけか。まあ、多分じゃんけん死んでんのあれじゃんけん壁が出るんだ。とりあえずロイを倒さなきゃいけないっぽいね。クッパ城にロイがいることを願うけどね。まあ、とりあえずま、次回それはクッパ城行くとしまして、とりあえずちょっとカード20枚買ってくる。あ、みんな、ここにいるキノピオなんだと思って聞いてみたら、俺、真っ赤火山壁歩きの背後に、今回のザ・キリトリ。あ、こいつ、キリトリのことを教えてくれるやつがいる。あ、こいつだわ。こいつだわ。こいつの手借りれば知れるんだ。なるほど、こいつ有能だったわ。じゃあみんな、これ裏でキリトリ直してくるわ。で、多分、ジャンケン神殿会社はロイを倒した後なんで、まあ、ロイを倒した後にジャンケン神殿やりましょう。それじゃあ、今回動画はみんなここで終わるわ。じゃあ次回いよいよクッパ城行ってきます。というわけで裏でね、点線全部切り取ってくるわ。もう切り取り会社はもうただの作業だ、やってくるね。じゃあ次回、クッパ城、突入して、まあ、ロイを探すとこまで、まあ、やりたいけど、おそらくロイを、がそんな方に見つかるとは思えないんで、まあ、とりあえず、クッパ城行きます。じゃあ次回の動画で皆さんまたお会いいたしましょう。バイバイ。